山崎伊織、行く。伊織は来年農家で後半戦全く印象がない。さすが広島にぶつけなかった阿部はさすがだな。こんなの信用してないもんな。山崎はどんだけムードぶち壊すんよ。回し表通りの微妙な投手になり下がったな。地球で逃げてしっかり点取られる。帰る山田に打たれるやつ。 W 阿部のサイン通りの配球だから懲罰はないのか。伊織は来年農家で後半戦全く印象がない。ヤクルトも熾烈な5位争いしてるからな。いやもうここまで来たらさらし投げでいいわ。バッティングセンターやんけ。ダメだ、完全にバッピ状態。もういいよ、お前完投しろ。だってビビって投げてるもんな。村上にも山田にもど真ん中投げて、ほんまに何がしたいの。こいつ山の打てないからよかったな。ボコボコボッコボコやんけ。 W もうシーズン残り登板しなくていいよ。無駄にリリーフ使うなよ。バッティングセンターかな。向こうは強い当たりばっかだもんな。山崎ってどうやって勝ってたっけ。思い出せんわ。この時期に捨て試合なんてない。ベテランも若手もない。ご視聴ありがとうございました。